兄から遺書を渡された。私の家は、父が、私が出生して、すぐに離婚して、旧姓に戻った母親と、その父である祖父、祖母、兄と私で暮らしてきた。旧軍人の祖父と祖母は、商売をしていて、母もその手伝いで、私と兄を大事に育ててくれた。おかげで、私も兄も成長し、兄が自衛官、私は、大学生になっていた2011年。あの東日本大震災に、兄が災害出動することになった。出動前に、兄が自宅に戻ってきて、祖父、祖母、母と私と食事をすることができた。兄はいつもの調子で冗談を飛ばし、直接の被害がなかったとはいえ、沈んでいた私たちを笑わせてくれた。だが、深夜になって、私と祖父を呼んでこう切り出した。今回の出動では、地震津波被害の他にも、原発への救援もある。だから、万が一にも無事に戻っては来れないと思う。どうか自分がいなくなった後も、家族をお願いします。と遺書を渡してきた。私は、兄が死にに行くんだと思って、取り乱して泣いて嫌がった。祖父は、そんな私をいさめて、兄の遺書を粛々と受け取った。改めて、兄に向き直り、国家危急の時、〇〇家の嫡男として、国民のために尽くし、決して、政界を諦めずに戦いなさい。と、兄に、激励の言葉を送った。翌朝、まだ日が明けぬうちに、兄を見送った。祖父と兄が互いに敬礼し、昨夜の遺書もあって、嫌が応にも、非常事態ということを認識させられた私の心は修羅場だった。無事に活動を終えて戻ってきた兄に、抱きついてわーわー泣いたのを、ご近所中に見られて恥ずかしかったと、兄があの時を振り返って、嬉しそうに言ったので書いてみました。失礼しました。